うわー、ゲッソ元祖ボスですよ。こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はペーパーマリオ RPG やっていきたいと思います。前回の続きからでドラドラ平原をね、目指すっていうことになったんで、それいきたいと思います。なんだそこの主、バトルとは何たるかを知りたくはないかね。なんか強そうなキノピオ、アクロバットやビンゴチャンス、バトルにはまだまだお主の知らないことが待ち受けておる。バトルでわからないことがあったら遠慮なくバトル達人であるこの私を訪ねてくれたまえ。バトル達人だって。アクションコマンドの練習もいつでも付き合うよと。そうそう、私は修行で世界のあちこちを旅していてね、見かけたらぜひ声をかけてくれたまえ。まあなんか修行してくれるのかな。やあやあ、バトル達人の私に何のようだね。バトルの秘訣聞くじゃあ。秘訣、どの秘訣が聞きたいのかね。いやー、丁寧に教えてくれるなー。なんだじゃあ。バッチ。ハンマーの届く敵、ガードのコツ、スーパーガードのコツ、ナイス、グッド、グレート。めっちゃあるなー。ちょっと待って、なんだこれ。ビンゴチャンス。マリオくん、アクションコマンドに成功したとき、画面の右上にマークが増えるのは知っているかね。同じマークが2つ揃っているときに、アクションコマンドに成功するとビンゴチャンスが始まるのだ。へー、そんなあるんだ。タイミングよく A を押して、同じマークが3つ揃うように止めると、マークによって様々な効果が起こる。キノコは HP が全回復、フラワーは FP が全回復、スターはスターパワーが全回復。社員は HP、FP、スターパワー全てが全回復。社員が一番いいんだね。その上マークが揃うと観客がたくさん押し寄せてきて、しばらくの間スターパワーをたくさんくれるようになるぞと。しかし毒キノコが揃うと HP、FP、スターパワーが全て大きく減って観客もいなくなってしまう。毒キノコガチやばいな。そういう感じなんだ。まあこれ教えてくれる説明係だね。で待って、このゴキブリがやけに気になるんだけど、これ倒せる？えい、えい。ああ、普通に倒せてコインもらった。普通に倒せてコインをいただきました。オーケー、じゃあ行きましょうか。ね、まあこの奥とかも気になるけど、一旦は行きましょうよ。ドラドラ平原に向かってね。前回ここの土管に入って紙飛行機の能力を得たんだよね。そうだね。で、こっちにも行ったけど、こっちでなんか、なんだったっけ？なんかスターピースのかけらみたいなやつゲットしたよね。スターのかけらみたいなやつね。で、こっちで、あ、紙飛行機だ。ちょっと待って、ここ一旦飛ばしてみて。あ、でも普通に上に行けないようになってるね。なので、紙飛行機を使わないといけない。この土管気になるけどな。この土管が非常に気になりますが、行く方法はないのでしょうか。あ、ミスった。ミスった。どうやるんだっけ。はいはい、こうか。はいはい、こうでいいんだね。この上に行く方法はないのかな。紙飛行機で行けんのかな、頑張れば。ちょっとチャレンジしてみる？でも、斜めに行くことはできないよね、多分。斜め方向の概念はないよね、多分ね。いや、ギリギリ届かないか。そうだよね、斜め方向はないから、こっち行くしかないね。OK, OK, ここに行くしかないと。OK, じゃあこのまま進みまして。さあ、これで何？誰かいるよ？調べる。なんだかぬるぬるしているわね。えい、ゲソー、痛いやけ。あ、ゲソーだ。ごめんね。ゲソー戦うのかな？ボスバトル？うわー、ゲソー、元祖ボスですよ。イカのゲソー。さあ来たよ。うわー、強そうだな。ゲソ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 、人様、いやイカ様の大事なゲソを痛めつけるとは。確かにそれは申し訳なかったな。ゲソゲソそう。根性しとるやんけ、我。あ、そっか。ゲソゲソ語なんだ、これね。イカ語。イカ語を喋ってるんだね。ゲゲゲ、ゲソ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 。よく見たらなんだか生意気そうなヒゲ親父。関西弁だよね、多分ね。一応言ってこましたのか。攻撃来た。さあ、戦おう。わしの華麗なゲソさばきを見せたるで。行こう、マリオ。マリオ、フランクリ先生の言ってたこと覚えてる？バイで私たちが攻撃する順番を変えられるのよ。マリオの HP が少なくなったら、バイで私を前に変えるといいわ。うわぁ、そんな、このバトラーは逃げられないんだよかい？そんな犠牲みたいなこともできるんだ。とりあえず、もう、これはもうハンマーで、これ、言ってみる？ガッツーナグーリ。ね。
これ多分左足は届かないんだろうね。だから右足を行きますと、ガツン殴りでドシーン、倍ダメージ入ったんじゃない。うわ、毒キノコになってる。でもこれどうやって回避するの。右上のやつね、さっき言ってたやつですよ、ビンゴですよ。ただどうやって回避すればいいのか分かりませんよ、こんなの。よいしょ。うわー、失敗したか。おい、こら、なんだお前、わしを見てうまそうとか思っとるやろ。確かに、特にゲソがうまそうとか思っとるやろ。なに、そうやねん、ゲソ関西弁で答えてあげた方がいいんじゃない、思ってへん。根性なし。あ、なんか言われた。ガードオッケー、ベリーオッケー。さあ、じゃあこれで、これ多分ハンマーは届かないんだよね。だからジャンプで、よいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー、倒した、やったー。で最後はもうガッツンと行くんだ。がっつり行こうよ、がっつり。よいしょよいしょ、ベリーオッケー。あ、お花マークがついたね。さあ、スターゲージも順調に溜まっていて、さあハンマーで、よいしょー、どうだい。あー、ビンゴならずか。まあこのまま頭突きとかボンボンしていけば、まあ勝てそうだね、普通にね。結構硬いのかな、なかなか落ちないね、なかなか落ちない。 HP はどんぐらいあるんだろう、物知りとかで調べれば、そういうのもわかるんだろうね。まあとりあえずハンマーが一番やりやすいからハンマーでいくよ。これがタイミング一番合わせやすいんだよ。わー、揃わない、なかなかビンゴそう簡単に揃わないね。さあ、確実にダメージを与えていく。ああ、ダメだったか。うわー、ナイスガード、ナイスガード。これタイミングよく A ボタンを押してるからガードできてるからね。アクションコマンドね、 OK。 どうだい、なかなか落ちないね。そろそろあとスターポイントとかもたまりそうだけど、どうでしょうか。よいしょよいしょ、 OK。 どうだ、倒したか、倒したっぽいね。やだー、ベリーナイスー、50コインもらった、やったー。でスターポイントも20、たっぷり。ボス戦にもなってくるとたっぷりだね、やったー。ゲゾー、どっか行っちゃった。でこれは多分あれなんだろうな、ほらさっきの紙飛行機みたいにボートになる呪いみたいなこと。え、あ、やべ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 、ちょっと待って、なんか動かなかった。あ、時間差で動くんだ。これちょっと待たないといけないんだね。あ、そういうことか、びっくりした。ほい。で、あ、大丈夫か。で、こっちには行けないの。これはボートがないといけないってことなんだろうね。オッケー、じゃあこの土管入ろっか。この土管でもドラドラなんじゃない、ガチで。ガチドラドラなんじゃない。さあ、来た。ステージ1。マリオとお城とドラゴンと、やっていきたいと思います。なんだ？あ、ドラドラ平原か、これが。めっちゃ平原だ。ね、平べったいもんね。そういうことでしょう、多分ね。オッケーオッケー、セービングポイントあるんで、まずセーブしよう。どうやらここがスターストーンがあるというドラドラ平原ね。さあ、マリオ、いよいよ冒険の始まりよ。よっしゃー、まずはね。まずはセーブ。まずはしっかりとセーブをして。あと結構ね、見逃してるところもあるからね。さっきのさ、紙飛行機のところの、あの土管とかね。ああいうのもまた戻りたいね。あとボートのところとかね。そのうちボートの呪いがゲットできるだろうからね。さあ、なんかすごい飛んでる。ドラゴン？ドラゴンじゃね？あれ。多分ね。赤いドラゴン。なになに今の？あんな大きな怪物は初めて見たわ。ちょっとびっくりな。クリーボーだけにびっくりが。面白いね。あそこのお城へ飛んでったみたい。また戻ってこないうちに先を急ぎましょう。ガチ怖いね。で、なんか怪しい月のマークあるぞ。怪しすぎる。何かがはまりそうなくぼみがあるわね。この形何かしら。なんかゲットするんだね。で、これもなんかすんごい怪しいけど。乗れるんじゃない？どっかから行けば。あ、違うな。この二つの石をはめた時に、なんか行けるみたいなことなんだろうな、多分。この岩、なんとなく土管みたいな形、確かに。だから、この二つの岩をはめれば、ゲットできるんだろうね、多分ね。あ、ゲットとか土管が使えるようになるんだろうね。やったー、キノコゲットー。さあ、ここは何もない。え、君、生きてる？生き物？なんか目パチパチしてない？
あ、でも別にダメージを食らうわけじゃないね。さあ、このまま前進んでいって、あ、普通にクリボーがある。まあ、これはカットするわ。なんだ？ピンチでラッキーのバッジをゲットした。残り HP が5以下になるとバトル中敵が時々ミスをする。ピンチでラッキーゲットしました。これは、多分、まだ、あ、枠が空いてるから、つけちゃっていいと思うんだよね。ピンチでラッキー。これを、つける。そうだね。これをつけると、これでいいね。今、ついてるよね。必要、バトルポイント、これ。あ、1、1だよね。装備してるかこれ。あ、これで装備したことになってる。オッケーオッケー。よかったよかった。さあ、土管があります。ただ、まあちょっと進めるところもあるけど、どうだろう。ああ、せっかくコイン取ってたのに邪魔された。引き続き取れる？あ、取れるわ、取れるわ。やった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 。コインいっぱいゲットして。どうしよっかな。いけるけど、こっちも進めるんだけど、まあ一応行っとこうか。さすがに入っとこうか、土管ね。忘れちゃうからね、どん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 。お！はっ！え？どうやって届かせるんだ？ギリギリいけるのか？ああ、間違えて入っちゃった。ギリギリいけるようなシステムになってんのか、これ。よいしょ。ギリギリ届く？いや、落ちちゃうよね。欲しいけど届かない。えい！いや、無理だ。これ届かないようになってるわ、絶対。ね。なんか仕掛けがありそうな気もするけど、まあ、一回一旦行くか。超欲しいな、あれ。ジャンプ力が上がるとかあんのかな？お、なんだ？そうそう、マリオ。もし、何をしたらいいかわからなくなったら、遠慮なく ZR を押して冒険のヒントも聞いてみてね。ありがとうございます。頼もしいね。頼もしい味方だ。あ、レベル上がるんじゃない？来たー！戦ってたら普通にレベル上がりました。初めてのレベルアップ！やりました！能力とかアップすんのかな？上げたい能力を選びましょう。だって、バトルポイント。なんだ、バトルポイント。あ、バッジをいっぱいつけれるよってことか。HP。で、これは FP。技をたくさん使いたい人。うわー、でもこんなのバッジもさ、まだまだゲットしてないけど、バッジつけりゃ、どんどん強くなっていかない？なんかイントネーションおかしくなっちゃったけど。バッジなんて無限の可能性あるよね。だって HP を5上げるバッジとか普通にありそうじゃない？いや、でもこれバッチなんじゃない？ちょ、一旦バッチにしてみるわ。バッチにしてみたいと思います。さあ、これで、なんだ、スターポイントとかもいっぱいもらって。バリオッケー。あ、で、これって、あれなんだ、この子はレベルアップしないの？あ、クリスチーナは別にレベルの概念なさそう。ほら。で、マリオはレベル2になってるんですよ。で、ただ、バッチは今ね、全然ないんですけど、ほら。まだいっぱいつけれられるようになったんで、どん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 つけよう。うわ、あそこのスイッチ気になる。危ない。これ落ちちゃうじゃん。え？いけない。うわ、なんかあるんだ、じゃあ。おー！隠し通路出てきた。そんなあるんだ。たまたま適当にボヨンってやったら。で、あっちにほら、スイッチあるんだよ。びっくりマークの。あれも超気になるけど。一旦これで、あ、で、こっちに行けるんだ。すごーい。ペーパーでいいね。さあ、これ押すと、橋が出てくるんだ。おーおーおー、すごい！おしゃれだね。ペラ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 ってパラパラ漫画みたいになって立派な橋ができた。え、何？ポケモンの元気のかけらみたいなやつある。ポケモンの綺麗な星のかけらだって、前回もゲットしたかな、どっかでね。これどこまでいけるんだ？どこまでもいけちゃうな。あ、で、こっちはもう無理なんだ。だから逆か。逆に何かあるのか。戻る場所がないといけ、あ、ってか、普通に土管で戻ればいいのか。そうだね。普通に土管から出てきたから土管から戻ればいいんだけど、これ戻ったらなんかありそうだよ、こっち。絶対こっちにもなんかある。なんもない。さすがになんもないか。まあさっきの、綺麗な星のかけらが、まあボーナスアイテムみたいなことだったんだね。よく探しましたねっていうことだったんだ。さあ、これで戻り込んで、あのバッチ気になるよね。さっき見たさ、高い土管の上にあったバッチね。あ、てか、こんなあるんだ。今までやってなかった。何が起こるかな。
やってみなきゃわからないね。怖すぎ怖すぎ。こういう草とかもやっていった方がいいんだね。破壊していった方がいいんだ。お、花々村だって。のこのこばっかりだけど花々村だということです。やあこんにちは旅の人。おう、ここは花々村さん。お客さんなんてずいぶん久しぶりだよ。あの恐ろしいドラゴンのゴンババ、独特な名前だね。この辺りを飛び回るようになってからめっきり人が来なくなったからね。なるほど、さっきの大きな怪物はゴンババっていうのね。なんだか大層な名前。ところであなた、スターストーンって聞いたことがある？私たちそれを探しているの。スターストーン？聞いたことがないな。そういう話なら村長さんに聞いてみたら？とても長生きでいろんなことを知っているんだ。亀の甲より年の甲ってね。村長さんはこの先にあるピンクの家の家に住んでるよ。ピンクの家、すごい趣味だけど、まあわかりやすくていいよね。じゃあ一言多いって。ありがとう。いいじゃんね、何色でもね。さあ、じゃあこの宿入ってみるか。まずはね。あ、こんにちは。かわいいね、この子ね。ここは心も体もリフレッシュ。あ、ごこい。お金はじゃあ払わない。またどうぞ。うわ、なんか悲しい。あれじゃない？旦那さんを亡くしたんじゃない？ほら、家みたいになってる。かわいそうに。あ、ごめん、叩いちゃった。かわいそうにね。勝手な想像。勝手な想像ですけど。じゃあこっち行ってみて。お、なんだ？え、何？なんか、開いたぞ。怪しすぎない？ちょっとこれなんか、パハンマーがパワーアップしたら破れるとかかな。絶対になんかあるよ、これ。絶対になんかあるけど、どうにもできない。こんにちはではありません。私はフラワーさんではありません。もう、なんたったって、お花に囲まれているだけで、も、ふん、も、ふん、幸せでありません。ここ、花々村だもんね。お花好きなんだ。初めて見るキャラクターだな。ゴンババはドラドラ平原の丘の向こうにある古い城のてっぺんに住んでいるんだよ。君知ってるかい？ゴンババ城にはたくさんの財宝が隠されているっていう噂なんだ。その財宝を求めて今まで何人もゴンババ城へ向かったけれど、誰一人帰ってこないんだよ。どうだい？なんだか怖くなってきただろう？確かに、ゴンババ。かわいい。なに？ちっちゃいキノピオ。最近僕はファミコンにハマってるんだ。特にお気に入りのゲームはスーパーマリオブラザーズって言うんだけど、君たち知ってる？超おすすめさ。スーパーマリオブラザーズ。ボンジュール、マドマズアゼル。いい天気だね。ノンノンノン、あんたじゃないよ、ヒゲのムッシュ。あんたの後ろの可愛いマドマゼルに話しかけてるのさ。どうだいマドマゼル、こんなむさいムッシュより僕と一緒にお話しないかい？いやよ、あんたみたいなタイプ嫌いなの。他当たってちょうだい。はっきり言うな。青、なんてストレートなんだ。そんな君にマイチング。もしも気が変わったらまた僕に声をかけてくれよ。さっさと行きましょう。マサオ、マサ、マサオじゃない、ごめん、マリオ。えい、お仕置き。あ、コインもらえた、優しい。あー、叩けば叩くほどではないのか。え、これこっちも行けんの？あ、行けちゃった。大丈夫かこれ。あー、ここも、あ、ここもピンクのお家なんだね。あ、オッケーオッケー、了解了解。そういうことか、あれが目的地なんだ。いや、僕はてっきりこれかと思ったけど、まあ確かに今見たらちょっと薄いもんな、ピンクが。あ、セーブしとこう。ちょっとピンクのあれが、色が薄いもんね。さあ、ショップに入ってきました。なんかあるかな？あ、てかコンタクトレンズとかどうなったんだろうね、コンタクトレンズね。あ、そうそう、これはなんか、物を買えばポイントがもらえるって話だよね。ハニーシロップ。FP 回復とか持ってない気がするな。すげえ、ふにゃふにゃくんだって。少しの間敵をふにゃふにゃにして防御力をダウンさせる。面白いね。カチカチコーラ。防御力アップか。あ、パワーブロックもあるね。すべての敵にダメージ2を与える。甲羅の敵をひっくり返す。おー、いいね。面白いね。コインとかもまあ貯めてるけど、武器とかの概念はないのかな。なさそうだね。武器の概念ね。武器の概念なさそう。ここへ来るまでパワーブロックは手に入れましたか？まだならコインを蹴散らずに買っておいた方がいいですよ。あなた実にラッキーだ。こんなにいいアドバイスを聞けて運が良かったですよ。うん。へえ、じゃあまあ買っとくわ。そこまで言うならね、別にそんなあって困るもんじゃないだろうから、買っちゃおうよ。これ一個ずつしか買えないんだ。
まあ、2個買っとこうか。じゃあね。一応いるって言ってるし、コインはまあもう結構いっぱいあるからね。必要になるらしいよ。お、なんかボンヘイさんどうした？わしの名前はホワイト将軍。夢も希望もなくしたボムヘイ。この村で静かに暮らしておる。すまぬが放っておいてくれないか。落ち込まないでそんなに。元気出して。ほら、叩いてあげるから元気出して。ダメだ。ダメだ、元気出ないか。おー、ビーチ姫大ファン。ビーチ姫、めちゃくちゃ推してるじゃん。君は誰だい？この部屋にある僕の大事なコレクションはむやみに手で触れないでくれよ。えい。あ、ちょっとうわわってなってるわ。ほら、やめなさいってなってるわ。いいね。ピーチ姫のガチファンだ。なんか、関わってくんのかな？そのうちね。さあ、君は？はい。この村はとてもいいところであります。水が美味しく空気も綺麗、ほんといいところであります。でもみんな、ゴンババに気を取られて、それを忘れてしまっているでありません。ちょっと悲しいことであります。確かにね、悪いことに目を向けがちだけど、いいところがいっぱいあるんだよっていうことだ。はい。最近の村長さん、物忘れが多いんだよね。僕の名前を忘れることもあるし、ちょっと心配なんだよね。それはちょっと本当に心配だな。大丈夫か？はい。この村の先に普通の攻撃が効かない怖い怪物が出るらしいです。うわ、パワーブロックじゃない？それだけでなく炎の攻撃も効かないらしいんです。ブル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 。そいつに襲われたらどうしよう。ショップに何かいいもの売ってないからめちゃめちゃパワーブロックを買えっていうヒント出してくれてる。本当に買わないといけなかったんだね。こんにちは。私の名前はノコリン。どうぞよろしく。あら、その帽子、そのつなぎ、そしてその立派なおひげ。あなたマリオね。有名なんだ。あなたの噂聞いたことがあるわ。とっても強いんですってね。ってことはあなた、ゴンババを倒すためにこの村に来たのね。あれ？あー、ノコ太郎のやつもそれくらいに勇敢だったらいいのに。ノコ太郎、かわいい名前だな。玉三郎とちょっとなんか似てるところがあるな。ノコ太郎だ、多分これが。こんにちは、旅の人。あなたもゴンババ城の財宝を求めてこの村に来たんですか？あ、財宝があるんだ。てん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 。ゴンババってやっぱり強いんでしょうね。絶対これが、ノコノスケですよ。で、この上に、ああ、これはあれかな、お父さんの写真じゃない？多分。ね、お父さんの写真なんじゃないでしょうか。さあ、ここに橋がありますね。この下に、おお、なんだこれは、戦うのかな？なんかバトルフィールドみたいになってんだ。私たち世界中を旅する旅行大好き三人娘。この村の名物は美味しい水と綺麗な空気。それともう一つ。ゴンババ。早く見てみた。そんな、ゴンババに興味津々なんですか？あ、ここ閉ざされてるわ、ほら。村長さんに言われて門を閉めているんだけど、それが僕の仕事なのさ。あ、ゴンババが危ないからってこと。あ、ここもなんかめくれるな。ほら、非常に怪しいですね。で、さっきの、誰だったっけ？なんか達人キノピオみたいな。いやいや、バトル達人か。バトル達人だ。バトル達人はどこにでもいるんだね。で、ここの家もまだ入ってないからちょっと入ってみようかな。はい、キノピコみたいな子がいて、一体どれだけの人たちがゴンババの犠牲になったことか。この間も二つ向こうの村に、の、サクジーさんがゴンババに食べられてしまった。サクジーさん。サクジーさんか。隣に住んでいるノコ太郎のお父さんも昔ゴンババを倒しに行って、うわ！さっき写真あったわ。そういうことなんだ。そのまま帰らぬ人に、いいえ、帰らぬ神様って、いや、そんなんいらないって。不謹慎だな。人とか神とかそんなどっちでもいいよ。そうなんだ。帰らぬ神になったということで、そういう過去があったんだな。さあ、ということで、このピンクの家入ろうと思ったけど、これいけんじゃね？神ならではで通れない？ここ、ほら、絶対通れそうなのね。ほら、ペラッとなって、なんかいけないっすか？ここに入れば取れるのに、なんで通れないの？こんなのいけそうなのにね。ペラッと。ペラッとなってるからいけそうなのにいけない。
言ってよ、お願い。あ、ダメだ、ねじ込めないわ。パワーだけじゃどうにもならない。そういう壁を感じます。お、なんだ、なんか出たぞ。花花村で取れる葉っぱ。やったー、カメカメ葉っぱ。めっちゃいいじゃん。これ、もっとちょうだい。もっとちょうだい、もっとちょうだい。な、怪しいなーと思ってね、ハンマー叩いてみたんだよ。いっぱいもらえるもんじゃないんだ。じゃあ、とりあえずこの家入ってみるか。ね。村長さん、おー、立派なヒゲだなー。ん、なんじゃね、地味は。物忘れが激しいって言ってたよね。さては泥棒じゃな。あ、違う違う違うよ。しかし見ての通り、この家には何もありゃせんぞ。まあ少しのコインやわしの年代物の甲羅でよければ差し上げてもいいのしょ。いや、甲羅は絶対ダメでしょ。どうすんの、中身どうなってんの、のこのこの中身って。わしとばあさんとのラブラブでスイートメモリーな写真だけは勘弁してくれても。あ、いいね、思い出だけは渡さねえぜってことだ。かっこいいね。違うとな、はて。そうするとなんだね、チミはスターストーンを探しているというのかね。お、よくわかったね。それを先に言いたまえよ。ならば話は早いぞい。うん、チミが探しているというスターストーンはな、なんじゃったっけ、あ、忘れちゃったのか。そうそう、あのゴンババが持っておるって話を聞いたことがあるぞい。ゴンババを倒すんだ。じゃあね、ゴンババというのは巨大でめっちゃ恐ろしいドラゴンじゃ、知っておるかね。まあ、名前ぐらいはにしとこうか。ちょっと説明受けたいね。あの凶暴なゴンババにはわしらも非常に困っておる。なるほど、チミは無謀、いや、勇敢にもゴンババをやっつけてくれるというのだね。え、ちょっと待て。お、なんとも頼もしい。あー、ダメだ。話がもう聞こえてないわ、多分ね。もしゴンババをやっつけてくれるなら、いくらかお礼をしたいところじゃが。なになに、お礼はいらぬとな。いや、そんなことは言ってないよ。おい。お、なんともよく、欲のない人じゃ。さすがはチミ。名前は何と言ったかね。もう忘れてるわ。マニオ。あ、違うよ。なかなか良い名前じゃな、マニオくん。マリオです。わかっとるよ、マニオくん。良いかね、チミ。ゴンババ城へは、ドラドラ平原のどこかにある秘密の土管から行けるらしいのじゃが、その土管を使うためには、あ、やっぱこれだ。太陽の鍵と月の鍵あったね。二つの鍵が必要と言われておる。この村の先にある、すっとんとりてか。のどこかに隠されているそうじゃから、まずはそれを手に入れなされ。オーイェーイ。では、マニオくん、ドカッと一発、ゴンババを倒してきてくれたまえ。めちゃくちゃ話が進んじゃったなぁ。えいえい、お仕置き。お仕置きしちゃう。はい、ということでね、次回、すっとんとりでに行くところからやっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。